ハッシュタグ待望の98。待望の感覚はあったっす。いいよ、褒めてるっすね。まあ普通だなって感じ、最高のラケットでした。あらこし、はい、今日どうしたんですか。今日はですね、なんとヘッドさんから、はいはい、じゃーん、こちら、お、来年1月発売のグラビティのデモ機が届きました。おお、すごいよ。いいですね。すごいやろ。はい。まさか、送ってくれるとは思わへんから。そうっすよね。なあ、あんだけ、はい、なあ、やっといて、まさか送ってくれるとは思わへんかった。ありがたいです、ね、うん。で、今回のグラビティは98インチが新しくラインナップに入ったんで、はい。これが一番なんか特徴っぽい。ハッシュタグ、待望の98。待望の。なんか、このね、投稿時の指定ハッシュタグっていうのがあって、これつけて、投稿してくださいみたいなのがあって、待望の98って書いてあるから、その98インチっていうのを押してほしいみたい。あ、そういうことですね。なるほど。そう、今まで100インチしかなかったんやけど、はいはい。ツアーっぽいやつも多分100やったと思うんだけど、そうですね。98になりました。ほう。めっちゃかっこいい。いいっすよね。まあまあ、これで出るわけじゃないねんけどね、うん、デザイン。うん、これは一応デモ機用の、そのカラーリングやから。うん。いいよ。いいですね。かっこいい。うん。もううちあれやで。一番最初の貸し出し期間で来てるわ。お、マジっすか？なんかこれ、また別のところに送んねんけど。はいはい。もう一番最初。9月14日から10月2日。お、優遇されてる。いや、そういうわけじゃないかもしれない。別に関係ない。近場から送ってきてるかもしれないけど。別に関係ないよ。優遇されてる。もしかしたらね。はい、もしかしたら優遇されてる。ありがとうございます。ありがとうございます。今日、あれやな。あんま変なこと言われへんな。そうっすよ。だいぶね。の、打ちやすいしか言われへんな。やってくれてるんでね。はい、そんなわけでね、ちょっと打っていきたいと思います。思います。はい、というわけでね、グラビティ。何これ、うん、98? うん、グラビティの98です。打ってきました。できました。まあいつも通り行こうか。飛び、回転、打球か。はい。で、まず飛び。はい。どうでした？飛びました、飛びませんか？せーの、いきますか、これ。いや、まあちょっと意見聞かせて。わかりました。飛びました。あ、飛んだ。結論。うん。はい。飛びました。まあ、C って言うならすけど、うん、フラットというか、うん、割と、弾いてパーンって打つ感じのボールは飛びました。あ、かけたら、なんか思ってる以上に収まるっていう感覚はあったっす。いいよ。褒めてるっすね。気づいて褒めてましたね。気づいて褒めてましたね。飛びはね、まあ普通かなと思った。うん。まあ飛ばなくは全然ない。うん。でもすごい飛ぶかって言ったら、まあ普通かなーって感じ。うんうんうん。まあ若干飛ぶっちゃ飛ぶかなぐらい。うんうんうん。そのすごい、うわ、100インチのラケットぐらい、すっごい飛ぶみたいな感じは別になかったな。まあ、そあったら困るけど。うん、そうそうそう。あったら困るけど。98ですからね。そうそう。うん。ある程度抑えてくれとか。うん。でもパワー系がちょっと感触あったっす。ちょっと。パワー系？はい。なんか、割と前のやつよりかは、うん、飛んでくれる気がしたっすね。パワー系？いいランタン食ったな。いいランタン食ってもたら。パワー系？引っかからしてしまったな。ちょっとその辺もうちょっと掘り下げてもらっていいですか？いや、もうちょっともう。そうそうそう。回転！はい、回転。回転はどうでした？回転は、まあ、かかりましたね。かかったな。はい。あ、これね、俺の中では98の他のラケットと比べて俺はかかった気がする。うん、かかりました。 かけやすかった、はい、気がする。他の98やったらもうちょっとボールも上げづらい。うん、そうですね、確かにかなと思うけど、うん、割としっかり回転かかってくれたから、あんまこう目が詰まってないから。ああ、そうですね、確かに確かに、まあ、それがあるかなっていう気はするかな、うんうんうん、はい、うん、回転はね、俺の中では98のラケットにしてはかかる。うんうんうん。でもそうっすね。うん。打球か。そうっすね。
そこなんですよね。そこなんですよね。そこなんですよ。そうなんですよね。そうなんです。硬くはなかったんですよ。お。でも、柔らかいかって言われたら、どうやろうっていう感じなんですね、正直。あ、普通ってこと、うん、そうですね。そうなんですよ。うわ、普通普通ってこと、そうそうです。な、変に飛び抜けてる感じじゃなかった気がしたっす。まずやな。はい。俺的にはね、打球感は固めやと思う。ああ、そうですか。うん。で、ラケット自体が柔らかいかなっていう印象やな。ああ、なるほど。だからラケットが柔らかくて打球感が硬いパターン。なるほど。まあ、硬いっていうほどでもないけど。うん、そうですね。うん。だからその、打つ人によってはこう柔らかいっていう人と、硬いっていう人が分かれるような感じになるんちゃうかなと思う。確かに。うん。打球感自体はね、普通に硬いと思う。ああ、ほんすか。普通に硬いと思う。うん。まあその、飛び抜けて硬いわけじゃない。うん、そうですね。まあ普通に98インチの、ボックスのラケットっていう感じの硬さはしてる。うん。で、ラケット自身が柔らかいから、フレームが。あ、そうですね。気がするから。そうですね、その気がするです。うん。通知出してないんで分かんない。通知出ないんで分かんないですけど、気がするんで。そうですね。うん。で、そういう意味で、その柔らかさを、この、ラケットの柔らかさを感じる人は感じるんちゃうかなっていう。じゃ打球感で言えば、硬い、うん。俺の評価ね。はいはい、そうです。うん、俺は普通って。普通っすね。もう面白くクソだね。そうなんですよ。ちょっと探したんですけどね。盛り下げろよ。盛り下げろよ。レベル低いぞ。ぶっちゃけ、どう？僕は普通に打ちやすい気がするっす。うん。あ、俺も打ちやすいとは思う。はい。だから、回転かかるから、そうですね。その分で飛距離も出せるし。あ、そうそうそう。うん。だから飛び自体は、俺普通って言ったけど。はい。でもまあ回転かかる分、ちょっとボール上げやすかったりするから。あ、そうそう。そこでの飛距離は出しやすい気がするから。そうですね。うん。ただそのパワー不足で困るっていうのは、まあ普通に98使える人はね。はいはいはい。98使える人でパワー不足で困ることはないと。ないと思いますね、それは。うん。他の98のラケット、他のメーカーさんのね。はい、はい。まあヘッドさんでもラジカル、だったり、スピードあったっけ98。スピード100じゃないですかね。ちょっとこれ、カットで。そうですね。他の、まあ、98のラケットと比べて違うっていうのは、やっぱり回転のかかり方かな。そうですね。と、あとは振り抜きの良さ。ああ、確かに。振り抜きはめっちゃ良かったと思う。良かったです。うん。確かに確かに。これなんかヘッドさんのテクノロジー的にあれらしい。こう、重さを、このなんか、上と下に、こう、なるべくこう、集めてるらしい。ほう、ほう、ほう、ほう。なるほど、なるほど。だから同じバランスポイントでも、はいはいはい。これ何本？バランスポイント。320。はい。あ、結構トップヘビーやな、これ。そうですね。あ、結構トップヘビーやな。うん。あ、そこ結構違うかも。かもしれない。今更やけど。だから結構こう、上と下にこう、バランスの重さを集めてるから、はいはい。同じバランスポイントでも、その、振り抜きの感覚が全然ちゃうねんて。ほうほうほう、なるほど、なるほど。うん、ほまかしないとか。さすがに本当だってください。おかしいやけど。さすがに、うん。まあまあまあ。だから、まあ、ちょっとトップヘビーやな。あ、だと今更やけど。持った時そう俺思いましたね。さす、データ見とけよ、ちょ。いやいや、でも、そんな感じするっすね。あんまり確認せんとやってるからね。そうですね。だからこれほんまは、あれなんよ。開封したところも動画に残してくださいみたいな。ほう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 。みたいな感じで書いてあったって池田が言ってたよ。ね、池田嬉しくて、すぐ開けてすぐガッと貼っちゃって。いいじゃないですか。いいじゃないですか。なんかここになんか、一応、新品のラケットについてる紙みたいな。あれ貼ってあったんやけど、すぐ切ってガッと貼っちゃって。いいじゃないですか。うん。だから次はね、うちね、4週目ぐらいに来ると思う。でも普通にまあ、ありっちゃあるよな。めちゃめちゃ全然ありっすね。98が使える人は。はい。さすがに、その100の黄金スペック使ってる人が、これに変えるんは、ちょっとまだしんどいんちゃうかなっていう気がするけどな。まあ黄金スペックで、
物足りなく感じてる人はいいと思うけど。ああ、それはもちろん。確かに。うん、他のインプレも一応見たいよ。ほうほう。一応勉強したいよ。ほう。もうこんなラケットかと思う。まあ、はい。一応勉強したいよ。はい。みんな結構飛ぶって言ってんだよ。あ、そうなんですね。うん。結構飛ぶって言ってんねんけど。はいはい。その、俺の中では、結局、ボールが上がるからこう、飛ぶっていう風に感じてる。あー、なるほどなるほど。するのね。はいはいはい。純粋なパワーとしては、はい、やっぱりそら、あの、100インチ、300グラムの厚らけの方が、やっぱりあるよね。それは確かにそうですね。うん。聞きましたから、やっぱあくまで、ちゃんと打っていかないと。うん。あかんかなっていう気はするよね。そうですね。うん。まあでもまあ普通に、いいと思う。うん。いいと思う。どんな角度いや、そうそう。そう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 。うん。うん。だから、あの、この、打球感かな。打球感を結構気にしてほしいかな。硬、うん、いっていう人と柔らかいっていう人が出そうな。そうですね。感じのラケットやな。うんうん、ラケット自身は多分柔らかいんやけど、はいはい、ラケット自体はそんなに柔らかいわけじゃないと思うから、うんうん、はい、まあそんな感じかな。そうですね、うん、最高のラケットでした。やばい、締め方しようとしてる。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画もよろしくお願いします。お願いします。